こんにちは、こんばんは。今日も VR チャットの中のワールド紹介をしていきたいと思うんですけれども、今日のテーマは夢色ワールドということで、とにかく色が綺麗なワールド。ときめきたいとき、一人で何かを考えたいとき、フレンドさんとなんかこう思い出を作りたいなって、綺麗な思い出を作りたいなっていうときに、色って大事じゃないですか、やっぱり。性別年齢問わず色って大事だと思うので、もうそこにいるだけで美意識が磨かれるような、そんな色の綺麗なワールドをいくつかご紹介したいと思います。最初に選んだワールドはホエール・オブ・ライト・アンド・クリスタル・レイクということで、ホエール・オブ・ライト・アンド・クリスタル・レイクです。どうでもいいですか、発音は。はい、デタラメです。で、説明書きにはクリスタルの浮かぶ雨湯に塩湖、だから塩水の湖だって、塩湖のような静寂に包まれたワールドです。まさしく光のクジラとか夕日もとにかく綺麗です。そしてこのクリスタルが、動画ではなかなか伝わらないこの透明感、綺麗、本当に綺麗ですね。水の感じとか、水に映った空とか、うわー、めっちゃ綺麗、キャー、うー、めっちゃ綺麗。あ、これ今ちょうど夕方なんですけど、夜にもできるそうです。どうやってやるんだろう、どうやってやるんだろう。ここでいろいろ調節できるようで、ここで調節、あーあー、日が沈んで夜になる。あー、皆さん見てください。このバーをこっちにすると明るくなって、こっちにすると、うわあ、これもめっちゃ綺麗。こんな一個のワールドで二つ体験できるんですね。めっちゃ綺麗。きっと美意識の綺麗なクリエイターさんが作ったんだろうな。綺麗、めっちゃ綺麗。このぐらいが好き、私。このぐらいが好きです。真っ暗よりもこのぐらい。ローカルで。だから、みんなで来て、自分だけ暗くして味わうこともできるしってことね。いいですね。うん。それぞれ好きな好みの明るさにできるっていう。すごーい。綺麗な夕焼けとか綺麗な風景が大好きな方に大おすすめです。それでは次のワールド行きたいと思います。言い忘れておりました。このワールドは、パソコンオンリーとなっております。次のワールドはクエスト単体でも行くことができます。続きましても夕焼けがすっごい綺麗なピンクが大好きな方に大おすすめのワールドです。とてもね、人気ワールドということなので、私も初めて行くんですけれども、行ってみたいと思います。はい、次のワールド来ました。ここもめっちゃ色が綺麗。今空飛んでった鳥が、すごい、こんな感じ初めてかも。空にラピュタのようなお城が浮かんでるかと思ったら、ねえ、一年中綺麗な紅葉が見られるような、でも青空も綺麗な感じの、すごい綺麗なワールドです。空には鳥が飛んでおります。すごい綺麗ですね。なんかワープができるそうです。どこまでも行ける。めっちゃ広い。めっちゃ広大なワールドなんですけれども、クエスト単体でも来ることができるので、クエストの方もぜひ来てください。多分ね、クエストの方とパソコンの方と若干見えてる世界が違うかもしれないんですけれども、それはね、ワールド制作者の方もいろいろね、ご苦労なさって作るので。綺麗。わ、湖見つけた。広いワールドだから、うろうろしてると、いろいろなものに出会える。めっちゃ、鳥もいっぱいいて。ピンクの霧がすごい綺麗。え？湖の底には魚も、湖に入れるの？湖に入ることができるそうなので、湖に入ってみます。わー！湖の中から空を見たらこの感じ。
お魚、おっきな巨大の魚が泳いでおります。とにかく、どこに行っても、どこを歩いても、色が綺麗。そして、透明感のある色だから、動画よりも実際の方が綺麗です。A を押し続けたら、本当だ。A を押し続けたらどこまでも飛べる。すごいすごいすごい。A を押し続けたらどこまでも飛べる。鳥になれる。すごい。すごい。この夕焼けの木漏れ日もめっちゃ綺麗。これ動画で見えますか？木漏れ日。ということで、まだまだ広いんですよ。もっともっと丘の上も登れるし、山の上も登れるし、もっとうろうろしたら何かしら発見があるような、そんなワールドなんですけれども、あまりネタバレになったらこれから来る方に申し訳ないので、この辺にして次のワールド行きたいと思います。続いてやってきたのは、VR チャットの中でも人気ワールドです。もうココファミリーの方はみんな多分来たことがあるような、そういうワールドなんですけれども、雪が降ってる雪国の温泉町です。ね、寒い季節になんで雪国って感じかもしれないんですけれども、もうね、至る所に湯気が立ってて足湯ができたり温泉があったり、すごい温泉町をご紹介したいと思います。こちらもクエスト単体で来ることができるので大おすすめです。見てください。とにかく色がめっちゃ綺麗なんですよ。空の色とこの銀世界のコントラスト。夢のような雪国が広がっています。そしてここにワープホールがあるんですね、2つ。ここに入っていただくとどこに行くかというと、あそこの温泉地に。この雪国すごいのが、あの遠くまで、あっちもこっちもそっちも男湯も女湯も、混浴も露天風呂も、どこでも行くことができるんですね。見えてるとこ全部行くことができるんです。温泉も入ることができます。不思議ですよね。なんかね、本当にあったかいものに入ってるわけではないのに、VR の温泉って湯気の中に入ると、本当にね、あったかくなってるような錯覚があるんですよね。ここたくさんのフレンドさんといらしてください。ワープもいいんですけれども、私のおすすめは、ここから歩いて、向こうの宴会場まで行って、お料理とかお菓子なんかもあるので、あそこで映像を見ながらフレンドさんと雑談したりとか、そういうこともできます。と終わろうと思ったんですけれども、ちょっとだけということで、ね、せっかくなので、ちょっとだけのちょっとだけ、あまり行くとネタバレになっても申し訳ないんですけれども、本当に和風の温泉地という感じで、ここはね、VR チャット初心者の方にも最初に来ていただきたいなっていうような、そんなワールドです。ここに温泉があったりとか、川も流れててすごい綺麗ですね。スタッフはどこに行ったんでしょうか。来ないですね。来ないです。綺麗です。スタッフはさっきのワールドでまだ夢心地でいるようで全然来ないんですけれども、ここに鎌倉もあります。それでは最後のワールドに行きたいと思います。はい、やってきました。なんか湯気のようなものが見えるので、さっきのような温泉地かと思いきや、ここはちょっと無国籍な感じで、実はこのワールドはストーリーがあるんです。ジョインすると船の上です。そしていきなり物語から始まります。引き取り手が見つかり、縁を出た僕と残った彼、幼い頃施設で一緒に育った僕たちは親友、いやそれ以上だったかもしれない。そんな彼から一通の手紙が届き、僕は危険を冒して国境を越えた。ただ、彼に会うために。ということでね、始まるんですよ。そして進んでいくと、次の物語が出てくるというような、かなり凝ったワールドです。友からの手紙というような。そういう、スタッフ来ました。どうぞスタッフさん、先に行ってください。人が歩くとこの感じです。その人それぞれで行けるんですね。なので、自分のペースで読み進めていくことができるんです。すごいですよね、この霧。廃墟のような、独特の雰囲気です。そして、手紙が始まります。この手紙を受け取ると、
物語が出てくるんです。僕たちは離れ離れになって何年経つのだろう。綺麗だった村も川沿いの農園も今はもう見る影もなく、こんな感じでね、どん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 手紙を取りながら物語を読みながら街を進んでいく、そういうワールドなんです。もちろん今回は色が綺麗なワールド縛りということで、もう色はね、なんて言うんだろう、ここにいる私たちは若干暗めになってより風景の色が引き立つようになってるんですけれども、もうちょっと手紙は読むのはやめておきます。これから来る方にじっくりと楽しんでいただきたいので、あまりネタバレになっては申し訳ないので、手紙はね、来た方に読んでいただきたいんですけれども、もう衝撃のラストがあるんですよ。涙なくしては来られないような、そんな廃墟のワールドです。廃墟なんですけれども、色がもうめちゃくちゃ綺麗で、もう本当に涙が出るくらい綺麗なワールドです。はい、ということでエンディングは顔が真っ暗ですけれども、スタッフはどこ行った？もうね、撮影してない時スタッフはもうね、もう思いっきりワールド楽しんでるので、はい、なのでちょっと見にくかったかもしれないんですけれども、スタッフも楽しんでほしいので私がちょっと撮影してみました。今日はスタッフさんこっちでした。はい、はい、ここにスタッフおりました。最後はちょっと廃墟な感じからエンディング撮ってるんですけれども、さっき言ったようにこのワールドは本当に意味が深いワールドで物語になってます。歩きながら物語を体験できるような、そういうワールドになってて、衝撃のラストが待っているというような物語仕立てのワールドですけれども、色は本当に夢色というか思い出色というか、そういうワールドでした。今回は色がとにかく綺麗なワールドをご紹介しました。最後は色が綺麗なだけじゃなくて、心の中にズシーンと何かが残るような物語ワールドまでご紹介しました。いかがだったでしょうか。これからも VR チャットのいろいろなワールドをご紹介していきます。こんなワールド見てみたいよっていうようなリクエストがあったら、ぜひコメント残してください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。最後までお越しお越しじゃない最後までご覧いただいてありがとうございました。グダグダですけれども、ありがとうございました。